土木のラジオ。皆さん、土木好きですか？ピンとこないななんて思ってらっしゃいません？でもね、土木は思っているよりとても私たちの身近にあるものなのです。この番組では土木関係者や土木好きの方をゲストにお迎えし、中央区を中心に東京のインフラに関する旬な話題や土木の魅力を分かりやすく、そして熱く語っていただきます。皆さんに少しでも土木に興味を持っていただき、身近に感じてもらうきっかけとなるような情報を発信していきます。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、キャリアナビゲーション、関東学院大学、清水建設、竹中土木、三井住友建設、リコート所の提供でお送りします。さあ、今週もドボラジの時間がやってきました。今回のドボラジナビゲーターは私、ジュミと柿柄町の松でお送りします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、それでは早速なんですけども、今回のテーマご紹介しましょう。今回のテーマは AI が開くモビリティの未来です。はい、AI、 人工知能ですけれども、ジュミさん、 AI っていうとどんなものを思い浮かべますかね。 AI ですか。だから最近はその自動運転にも使われてるでしょ、これも、はい、それからもういろんなものに案外 AI は使われていてですね、あの私たちの知識を逆に、はい、あの補足してくれるものになってますけれども、うん、どうですか松さん、ね、活用してます？割と流行ってるチャット GPT とか、はい、あの仕事でも参考にしたりはしてますね。参考にしたりしてます、はい、それが本当かどうかというのはなかなか難しいけれど、それは自分で検証しますけどね、ってことですよね、うん、頭の整理に役立つかなと思ってます。そうですね、はい、今日はその AI のお話ですよ、はい、ではゲストの方をお迎えしてのトーク始めていきましょう。今回のテーマ、 AI が開くモビリティの未来についてお話を伺うゲストの方は高木宏信さんです。高木さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまずゲストの高木さんからご自身で自己紹介をお願いできますか。はい、私はですね、あの1999年に IBM の東京基礎研究所に入社をいたしまして、はい、それからですね、ずっと、視覚障害者、その障害者を支援する技術の研究開発をしてきました。なるほど、はい、で、あの今現在はですね、あの AI スーツケースの開発の、まあ、マネージャーですねといった仕事をしております。で、あの2021年4月からはですね、あの日本科学未来館の副館長も兼務しております。ありがとうございます。まさに今日はこの AI スーツケースについてお話を伺っていくわけですが、まずその前に高木さんのラジオの思い出をズバリ伺いたいんですが、どんな思い出終わりなんでしょう。はい、そうですね、あのどの思い出がいいかなと思ったんですけど、やはりですね、あの小学校3年生の時の思い出が強烈でして、はい、あの横浜から大阪に引っ越したんですね、そうするとあの言葉も何もかも違うんですが、その中でですね、ラジオの放送が全く違っていてですね、うん、毎朝ですね、あの阪神タイガースの、あの応援をするんですけれど、はあ、毎朝六甲おろしを歌うんですね。ラジオで。そうで、なんで毎朝歌うかっていうと、あの勝つと、まあ、もちろん歌うんですけど、はい、勝つと3番まで歌うんです。3番まで歌う。で、負けると応援で1番、ま、1番だけ歌うっていう結局毎日歌ってるっていう。衝撃的。それ普通だったんですね、大阪の皆さんにとってみると。なんか普通だったみたいな。うわ、でもちろん僕はあの太陽ホエールズのファンだったから。あ、なるほど、ね、そうですよね、はい、横浜ですもんね。そうですよね、なぜか六甲おろしを覚えてしまった、はい、衝撃的な小学校の思い出です ね、はい、さあ、そんな高木さんに今からちょっと質問攻めにしていきたいと思うんですけども、はい、そうですね、はい、では私から質問させてください。今日のテーマはですね、はい、あの AI スーツケースというものなんですけれども、はい、こういうものを開発しようと考えたきっかけですね、まずここから伺いたいと思いますが、はい、私はあのずっとですね、入社以来、まあ、IBM に入社し、まあ、現在あの日本科学未来館でもそうなんですが、うん、あの浅川千恵子、今の現浅川千恵子館長と一緒にあのずっと研究開発をしてきました、はい、でその、 あの浅川がですね、あのアメリカの大学 の、 あの客員教授も兼務しているためにですね、あの一人でこう飛行機に乗って海外に行くことが多かったんですね。でそんな時にですね、あのなかなかですね、海外の空港で手引きをお願いしていてもなかなか来なかったりとかですね、まあ、いろいろな経験をするわけですね、はい、
でそんな時にスーツケースを持っていて、ふとですね、彼女が編み出した方法っていうのが、スーツケースを白杖代わりにして歩くっていう方法を編み出してですね、あ、白い杖の代わりにスーツケースを、はい、なるほど、はいはい、で今ここにスーツケースがあるんですけど、こう押してるじゃないですか、スーツケースを、はい、そうするとしていきますよ、ね、そうするとこう、うん、壁があったら先にこれがドンってぶつかりますよ、ね、でなんかもしこれがこうなんか危ない、落ちるなんか階段とかがあった時にはこれは先に落ちてくれるので、はい、周りをこうこれを、まこう左右に動かして確認しながら、あたかも白杖のように使っているという方法を編み出して、一人でいろいろ歩いてたらしいんですね。なるほどね、はい、まあ、ちょっとね、補足になりますけれども、浅川千恵子さんは全盲の研究者ということでいらっしゃるので、はい、でね、はい、やはり白杖などそういったものは手放せなかったわけですけれど、ね、海外にいらっしゃるにあたってはそのトランクを、ね、スーツケースを持っていくということ で、 そ、 で、ね、それは白杖、あ、そうです、スーツケース持っているのでそれを使っていたということですよね。で そういう生活の中で、うん、ある時ふと思ったらしいんですね、どうせなら、うん、このスーツケースが、うん、何番のゲートに行きたいって言ったら、はい、連れて行ってくれればどんなに便利だろう。本当ですね、うん、それ私でもそう思いますもんねえ、覚えててくれたら全部もうスーツケース任せで、あとはついていくだけみたいな、うん、そうなんです、ね、どんなに便利、そう思ったのがきっかけですね。なのでそこでですね、目的地を伝えると、そうすると自動的にそこまで連れて行ってくれるスーツケース型のロボット、スーツケースにもなるロボットを作ろうと、そこで浅川が思いついたというのがきっかけです。すごい、これは分かりやすく言うとドラえもんの世界の状態ですよ、うん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 、なんかこういうものがあったらいいな、うん、でじゃあ作りたいし作っちゃおうか、うん、それがスーツケース&白杖にもなる安全に自分を運んでくれるもの。そうです、まさに工学系の研究テーマの発掘の王道というか、そうなんです、ちょっとした不便を技術で解決できたらいいなっていう、そういうアプローチですかね。そうです、そうですよね、本当にそう思います。やっぱり身近に自分が不便だと思ったことを技術で解決するというのを、こういうプロジェクトを立ち上げたということ。なるほど、すごく分かりやすいですね、ありがとうございます、はい、ではですね、その今日のテーマの AI スーツケースというのがどういうものなのか、はい、それからそれで何ができるのかということについてちょっと詳しく教えていただけますか。はい、で AI スーツケース、見た目は基本的には AI スーツケースです。普通のスーツケースに見えます、はいはい、なんですがその中にセンサーであったり、はい、バッテリーであったり、コンピューターだったり、あと車輪にはモーターがついていて、行き先地を音声で視覚障害者が伝えると、そこに自動的に連れて行ってくれるロボットです。すごっ、音声を認識するわけですね。そうですね、はい、音声を認識して目的地を指定すると、はい、そこまで連れて行ってくれる、はい、それは例えば距離とか、はい、高低差とかそういったものがあったとしても、はい、それはこの AI スーツケースがいろいろ考えて連れてってくれるんですか。はい、連れて行ってくれます。まずですね、事前に地図は準備する必要があるんですね、はい、あらかじめその場所がどういう場所なのか、どういう経路をたどれば目的地につけるのか、あるいはどういう目的地があるのかっていうのをあらかじめ登録はする必要があります、はい、そうするとその経路に沿ってきちんと、で周りの状況を確認しながら、例えば机とか障害物が置いてないかとか、あと人がいないかとか、そういう安全を確認しながら、障害物にもあるいは周りの歩行者にもぶつからないように誘導してくれると、はい、またエレベーターにも自動で乗ることができて、エレベーターに乗って違うフロアに行って、まあ、別の本当に違うフロアにある目的地でも連れて行ってくれます、はい、わーすごいですね。今AI スーツケースを開発されてるのは日本科学未来館の中ということですよね。はい、日本科学未来館の中で研究開発をしていますが、もともとですね AI スーツケース浅川が始めた時はカーネギーメロン大学で始めました。はい、でカーネギーメロン大学にですね、そういうロボティクスの研究所があるんですね、はい、でそこに浅川が所属していたので、そこでまず始めました。でその後もっとこれをその実用に近いもので作っていこうということで、日本企業でとコンソーシアムを組んで、清水建設も入って、はい、IBM、オムロン、はい、アルプスアルパインっていう会社がですね、コンソーシアムを組んで、これ AI スーツケースコンソーシアムというんですが、はい、そこが開発を始めました。
はい、でその後ですね、ええ、あの日本科学未来館であるとか、うん、あと盲導犬協会さんなんとかですね入っていただいて、コンソーシアムが徐々に大きくなって、うん、現在あの日本科学未来館では、うん、やっぱりやはりですね来館者の方がいらっしゃるので、うん、来館者の方にですね使っていただけるように、うん、未来館の館内特に展示をですね視覚障害者の方にきちんと説明をするような、はい、そういう説明ができるでナビゲーションロボットとして今開発をしています。あ、なるほどね。ロボット自体のスーツケースが動いていくんですよね、はい、ということは人間はそのスーツケースの なんていうんですか、取っ手の部分っていうんですか、ハンドル、ね、ハンドルっていうんですかね、はい、そこを握っていればいいという。はい、そうですね。でそのスーツケースが自動的に動くのに人間がついていけばいいという。そうです、はい、そういう仕組みですか。はい、あのユーザーはですねあの目的地を伝えたらその後はこのハンドルを握って、うん、そのハンドルの、うん、ハンドルを握ったままですねスーツケースの動きに合わせて歩いていけば目的地に着くことができるというものです。はい、あの素朴な疑問いいですか、うん、あの曲がったりしますよね。はいはい、そうするとこのスーツケースはどういう動きをするんですか。あの普通に曲がります。曲がっていく、はい、そうすると人間はあ曲がったなっていうのに合わせて体を動かしていくっていう。はい、あのそうなんですけれど、あの視覚障害者やはりこれを持って使っていると、うん、次にスーツケースがどういう、まあ、ロボットがどういう動きをするのか、右に曲がるのか左に曲がるのか、うん、で急にやっぱり曲がるとびっくりしてしまうんですよね。なので あらかじめそのどっちに曲がるか分かるような仕組みを入れてます。あのですね、はあ、横にハンドルの左右に、振動するブルブルですね、はいはい、振動するブルブル震えるものがついていて、曲がる直前、まあ、数秒前にそちらの振動子がブルブルっと震えて、うん、次は右に曲がるよっていうのを教えてくれる。あ、なるほど、はい、なのであらあもうすぐ右に曲がるんだなって言って身構えて曲がることができると、はい、うん、まあ、そんな工夫がいろいろあります。すごい細かな、ね、気遣いというか、そう、それが全部集約されてるってことですよ ね。例えばあの人の動きとか、小さい子どもがいきなりこう飛び出してくるときってやっぱりあるじゃないですか、はい、動きがまあ機敏であるからこそ、はい、そういうものに対しては突然そのやってきた、まあ、動くもの、はい、そういうものに対してもこの AI スーツケースは対応するんですか。はい、あの AI スーツケースの上にはですね、あのセンサーがいくつかの乗っていてですね、はい、一番重要なセンサーが、ライダーというセンサーなんですが、はい、これがですね、360度にレーザー光線を発していて、うん、周りの状況、壁であったり障害物であったり、うん、あるいはまあ人であったり、とにかく何か物があるというのを全て測定をしています、うん、でそのデータを使ってその障害物だったり歩行者だったりを認識をまずすることができます。でその下にそのライダーの下にですね、はい、また別のセンサーがあるんですけど、これは あのちょっと専門的なんですが、深度カメラ RGBD センサーっていうものがあって、これはあの、まあ、基本的にはカメラですね、はい、カメラなんですけど、はい、被写体までの距離が分かるんですよ。すごっ、はい、なのでそのカメラで人であることを認識すると、その人がどちらどこにいて自分からどれぐらいの距離にいて、うん、どちらにどれぐらいのスピードで動いているのかっていうのを認識できるカメラなんですね。すごい、はい、でそれを使うと、先ほど あの子供が飛び出してきたっていうのも、まず子供だって認識して、まあ、人だって認識して、うん、でそれがどれぐらいのスピードで動いているのかを認識して、はい、危なかったらピタッと止まるということができるようになっています。すごい。だからほら斜め後ろなんて普通に私たちでも気づかないじゃないですか、うん、子供が斜め後ろから走ってきた、うん、で自分での前を斜めに横切っていくってなった時に、これ私たちでさえびっくりするし、はい、思わず立ち止まりますけど、それと同じ動作をこの AI スーツケースがすることができるんですね。はい、でそこはですね、あの AI スーツケースの方がちょっと賢いところもあって、はい、この先ほど言ったようにこのライダーは360度ぐるっと測定できるんですね、うん、はい、ということは真後ろも見てるんですね。なるほど。で、はい、で先ほど あのカメラも3方向につけているので、真横から来る人も認識することができます。なるほど。なのでそこはですね、あの後ろにも目があるという、なんていうかロボットの良さを生かしているかなと思います。おっしゃる通りですね。さあそれではちょっとここでブレイクといきましょう。さらに後半詳しくこの AI スーツケースについて伺っていきたいと思います。水が飲める、電気がつく、
橋がかかっている、電車が走る、当たり前のようにある日常が土木の技術で支えられています。日本で最初の建設コンサルタントとして70数年、人を思い社会を作る建設技術研究所です。おい次郎、お前将来何になるんだ？え、言いたくないし。なんで？恥ずかしいし。いいから言ってみろよ。土木エンジニア。え、お前サッカー選手じゃなかったのか？この間連れてってもらったお父さんの現場がかっこよかったんだ。あなたの暮らしの身近にある土木について一緒に考えてみませんか？土木学会はみんなの暮らしを支える技術者の集まりです。土木のラジオドポラジ、今日のゲストは高木博信さんをお迎えして、 AI が開くモビリティの未来をテーマにお話を伺っています。引き続き高木さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして柿原町の松さんもお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、あのね、高木さんね、私あのロボットといえばあのラボットというあの可愛いロボットを持ってるんですけど、名前つけるんですよ、可愛くて。でこの AI スーツケースもなんかそういう名前つけたりとか、そういう風にして楽しんだりするもんなんでしょうか？来られた方はですね、これを使われた視覚障害者の方がいろいろつけてくださってる方は確かにいます。花子って呼んでいいですかみたいな。そっか、やっぱりね、花子かみたいな。スーツケース見て花子って言う、はい、あとはうちの盲導犬に AI スーツケースって呼んでいいですかみたいな逆のパターンも、はい、逆のね、豊かな発想ですよね。なんかね、面白い、楽しい、やっぱりね、自分で考えて動いてくれるっていうのが愛着湧くっていうことですね。本当そうだと思いますよ。そうですね、やっぱり可愛いって思ってもらえるっていうの重要だと思うんですよね。皆さんによく持って帰っていいですかっていうのは一番多い質問です。そうなんですか。いやでも本当に例えば自分がね、何かの危険が迫った時にちゃんと止まってくれて教えてくれたら、その後でやっぱり撫でてあげたかったりするじゃないですか。なんかそういう感じだと思いますけど、かもしれないですね。やっぱり一生懸命こう人の障害物を避けたり、例えば急に人が出てきてもそれを止まって安全に動いてくれるので、やっぱりけなげに頑張ってる感がですね、はい、あるというふうに、はい、皆さんおっしゃいます。やっぱりね、さっきね、盲導犬という話も出てきましたけど、リスナーの皆さん、いろんなご存知の、ね、視覚障害者のあれ考えると、盲導犬との違いとか、 あと似たような機能で自動車の自動運転との違いとか、そういうのと比べると、この AI スーツケースってどういう感じなんでしょうね。そうですね、はい、盲導犬、歴史があってですね、非常に何ていうか、この実用的に皆さんに使っていただいている素晴らしい移動手段ではあります。で、盲導犬の例えばやはりどうしても犬なので、日本語は分からないんですよね。簡単なその何ていうかコマンドは分かるんですけれど、命令は分かるんですけれど、例えばこれからゲート何番に行きたいから連れてってっていう日本語は分からないわけですよ。よくあるのは、一番近いトイレに連れてっても認識してくれないわけです。だけど AI スーツケースであれば、そういった言葉をきちんと理解をして、そこに向かってちゃんと連れていくっていうことができる。連れてってくれるですね。連れてってくれる。あと周り の案内をしてくれるのも重要ですね。例えば看板を認識してその看板 を読み上げるっていう、あとすみません、今それは開発中なので今のバージョンではできないんですけれど、そういった機能もできるかもしれない。なるほど、はい、あるいはその周りのお店の案内をするとかですね、今このお店では このお店のはセールをしていて夏物が安いですみたいな、そういう情報もネットから取ってくれば喋れるわけです。なるほどね、そういうインテリジェンスがやはりあるのが一つ大きな強みです。逆にやはりその、例えば安全確保、障害物が出てきたりっていうのは、その動物の勘だったり、動物的にこう反射的に動くところとかですね、やはり生き物には勝てないところは、ありますよね。一生懸命追いつこうとしてるんですけど、勝てないところもあるし、あと運動能力ですね。階段は登れません。そっかそっか、階段は無理ですね。これはAI スーツケースは例えば車椅子なんかと同じように、バリアフリールート、スロープがあって、エレベーターがあってっていうところから行けるんですけど、残念ながらですね、階段など、あとは高い段差などはいけないんですが、盲導犬はちゃんともう歩けるところは、人が歩けるところは
どんどん一緒に行ってくれると、はい、メリットデメリットがねある。そうですね、はい、なので新しいやはりこれは盲導犬協会さんともですね、いろいろお話しさせていただくんですけれど、彼らとしてやはり新しい選択肢が出てきたと、今まで白杖があった、で盲導犬で新しい選択肢として場所によっては非常に使える重要な選択肢がこれから出てこようとしているっていうところでですね、注目をしていただいてます。なるほど。自動車の自動運転との違いっていうのはどうなんでしょうか。あ、そうですね、実はですね、自動運転自動車とは類似点も結構あります。例えば先ほどのライダーっていうセンサーがあるんです、はい、これはもともと自動運転自動車でかなり広く使われているものです、で自動運転自動車が広まってきたことによってこういったセンサーがたくさん作られて安くなってきたからこそ作ることができたというところもあります。あとコンピューターの中ですね、計算しているいわゆるソフトウェアというものの中には、はい、自動運転自動車と共通しているソフトウェアがたくさん使われています、はい、で一番大きな違いはやはりサイズだと思いますね。サイズ、はい、自動運転自動車はやはり車線があって、レーンの上を行儀よく走ることが重要ですよね、はい、で交通信号があって、はい、交通ルールを守って、はい、でこいつはですね、歩行空間、まあ、歩行空間という言い方をしていますけど、そういうふうに人が歩いているわけです、で人が歩いていると例えば、広場とかでも、はい、どこから人がどの方向から来るのか全くわからないですよね。どこからでも来るっていう、そうですね、まあ、その車線を行儀よく走っている自動運転自動車と比べたら、もうはるかにカオスな環境で動くことになるので、はい、まあ、そういったその、まあ、ある種の難しさもありますね、はい、面的な移動という感じになるんですね。そうですね、面じゃなくてね、360度ずっとセンサーがあるわけだから、 そこはやっぱりこれから先もっともっとそれが精度を上げていくことができますよね、きっとね、はい、なるほどね。それでね、せっかく今研究されているもの、これやはり社会に広く使ってほしいというふうに思うんですけれども、はい、普及させるためにどんなことが必要になってくるんでしょう。もう課題だらけでどこからお話をしていいのかわからないぐらいたくさんあるんですけど、まず第一はですね、はい、これは強くお願いをしたいところなんですけど、皆さんのご理解がまずは大事です。なるほど、はい、こういったですね、ロボットが視覚障害者を誘導するということが、世の中に新しく技術として出てきたっていうことをぜひ知っていただいて、街中でもし仮に見かけたとしたら、はい、温かく見守ってやってほしいと、なんか変なものが来たっていうんじゃなくてですね、温かく見守っていただきたいなと思うんですよね、はい、でこれはですね、実は今こういうものを社会の中でどう取り扱っていくのかっていうのはまだ決まっていません。例えば法律とかもですね、こいつをどう取り扱っていくっていうのは決まってないんですね、はい、で例えばデリバリーロボットってあるんですけど、ね、無人で動く、はい、でデリバリーロボットに関しては新しい法律ができたんですね、で電動車椅子、自動ではない、はい、人乗っている人がコントロールする電動車椅子もあるんですね、うん、でその、まあ、どちらかというと間ですよね、人が常についている、うん、だけど自動で動くみたいな、うん、そういうこの AI スーツケースが法律的にどういうふうに扱われるのかっていうのは、うん、まだそれほど固まっていなかったりします。なるほど。また視覚障害者っていうのはもし外を一人で歩くときには必ず白杖を持っているか盲導犬を連れていなければいけないというのが法律で決まっている。そうなんですね、はい、なのでこの AI スーツケースに導かれて歩くっていうのは、まあ、なかったのでそんなものは。そういうことですね、はい、なのでそういうものっていうのはもう法律の中にもないし、だから法律であったり、あるいはその皆さんのですね、理解ですね、受け入れていただく、はい、うんうん、で徐々にですね、そういった社会の理解でそういった法律だったり あるいは仕組みだったりっていうのは変わってくると、はい、というふうになってほしいなという、まずそこ第一。あと屋外だとどうなんでしょうか、はい、そうですね、屋外走行はですね、はい、私たち日本科学未来館の中で日夜テストをしているんですが、屋外走行に関してはまだ技術が未成熟というか、私たちも今頑張っているところです、はい、実は今年の1月にですね、初めて一般向けに、屋外走行 のデモンストレーション、体験をさせていただきました、はい、それは未来館と最寄り駅の間 の、うん、その公園、東京都の所有している公園があるんですけれど、その東京都 ご協力のもとですね、うん、そこを移動して
で横断歩道も渡って、うん、そして未来館まで来るっていうのをですね、まあ将来的にはぜひですね最寄り駅から未来館まで一人で来れるように、うん、スーツケース動いたらいいなっていう思いからやったんですね。でただですねそれは技術的なハードルはたくさんあってですね、はい、例えば屋外の場合は先ほどライダーというのをご説明したんですけれど、うんはい、ライダーで壁を測定してその壁を見て自分の位置を、うん、知るんですけど、そうですよね、屋外壁ないんですよ、はい、ないんで、ちゃんと車自動運転自動車と同じように、うんまあ、GPS じゃないんですけど、衛星による測位の一種ですごく精度の高いものがあるんですけど、はい、その衛星による測位をまずしなきゃいけない、うん、なるほど。であと屋外って段差があるので例えば、歩道から車道に降りる車道から歩道に上がる、うん、それからブロックとか、はい、タイルとかですね、うん、いっぱいありますね。そう屋内に比べたらはるかに段差が多いんですよね、うん、あと路面状態、小枝が落ちてるとかですね、まあ、いろいろ環境はハードです、うん、また自転車も来れば、はい、なので、そうなんですよね。なので今は一つずつそういう技術的に解決をしながら、うん、屋外でも実用的に使えるように、うん技術開発をしています、ね、なるほど土木分野でやることもありますね。そうですね、そうなんですね、はい、重要な課題と認識しました、はいはい、さあそれでは最後に伺いたいと思います。高木さん、あなたにとって土木とは。はい、私小さい頃はずっと砂場遊びをしていてですね、山を作ってトンネルを掘って、うん、私の土木のイメージはそれですね。なるほど、はい、生活環境をやはり作るっていうその楽しさですね、はいはい、なのでロボットも元気に動き回れる街をぜひですね皆さんに作っていただきたいなと思います。頑張りましょう。頑張りましょう。いや本当に高木さん今日はありがとうございました。いややっぱり土木って面白いですね。それでは最後に全員の掛け声で締めたいと思います。いきますよ。ドボラジ終了よし。ドボラジ終了よし。今日の、ね、お話とっても興味深いものだったんですけれども、はい、何がすごいかっていうとやっぱり AI というソフトの技術ってあり、それからロボット機械ですよね。実際に物が動くということそれを組み合わせて、言ってみれば社会の課題を解決しようという話じゃないですか、はい、そうです ね, ね。だからその日常の不便をどうやって技術で解決するかっていうその発想、やはり理系の人間としてはみんなそういう発想を持って日々やっていかないといけないのかなっていう感じを受けました。そうですね。なんか AI は人間の仕事やいろいろな分野を奪っていくのかと思いきや、実は人間と共に共存していくものになりつつあるっていうことがよく分かったんですけど、うん、本当に助けてくれるという存在でね。そうですね、これからますますの進化が楽しみですよね、うん、やっぱりきっかけっていうのを大事にしたいなと思いました。本当にそう思いますね、はい、私たちもっと AI について知っていきたいですよね。さあそれでは次回をご紹介しましょう。次回は飯島玲子さんをゲストにお迎えして技術の見方をテーマにお話を伺おうと思います。番組へのご意見ご感想は voice@fm840.jp までお寄せください。また番組ホームページや YouTube に収録時の様子をアップしています。こちらもチェックしてみてくださいね。それでは来週も土木のラジオドボラジでお会いしましょう。